改めてよろしくね、ミラ。よろしくじゃないわ。協力はするけど慣れ合うつもりはないから。なんかあんまり人間のことが好きっていう感じじゃないね、ここのミラは。ちょっと横島な思いが横島な思いがって感じなんだけど、まあそれはそう。光に弱いのね。おっと、弱点発見。体格ランドイッチ、これで終わりよ。ピンクエッジ、デュオ。おー、ルナティックスピング、遅れないでよ、アルビン。ピンクエッジ、デュオ。私を止められると思った？なんかミラー、ミラー、今のミラーってアイルヒクルンかね。このミラーがさ、私らの世界にまで来てくれるのかな。だって今そのクロノス、元のミラーって クロノスになんか次元の狭間に飛ばされたみたいな話してたよね。ミラーの特性、マギ。ミラーが術を使用する際、罰を短く押すとマギと呼ばれる技になります。マギなんだ。罰を長く押すと術を使用します。罰の押し方で攻撃方法が変化するので状況に応じて使い分けましょう。空中で術を使用する際は罰の押し方に関わらずマギが発動します。舐めないでほしいわね。なるほどね。やった、レベルアップ。なかなかいい。ったく、邪魔しないで。イフ、ミラと言うぜ。ミラのお姉さん、嫌なやつだよね。怖いし、ミラいじめるし。現状印象はそんな感じだね。静止世界のミュゼとはちょっと違うみたいだけどな。確かに、あっちのミュゼよりこっちのミュゼの方が怖いよ。なんだろうね。あっち？こっち？うるさい！あなたたちに姉さんの何がわかるのよ。悪く言われるのも気分良くないよね。それはごめんなさい。この世界じゃミラの方がミュゼに依存してるんだな。そうだね。ミラのスープをあんな風に言う人は嫌な人でしょ。エルが同じことしたらきっとパパすっごく怒るし、嫌だと思うと思う。だからエルだったらあんなことしないし。そんな簡単な関係じゃないのよ。兄弟なのに。兄弟だから簡単じゃないの。変なの。兄弟なのにか。耳が痛いな。そろそろ頂上だね、姉さん。何してるんだろうね。ちょっとこちら読んでいきますかね。ミラの社での出来事で、大精霊ミュゼを倒すためミラに協力してもらうことになった。彼女の姉への思いを利用してユリウスが責めるような目で俺を見る。姉への思いを利用して、それでか。ちょっとよく分かってなかったけど、そういうことね。でもここは本物の世界じゃないし、これが俺の任された仕事なんだ。なるほど。あ、いた。何してるんだろう。ミュゼいた。私は見事目的は果たしました。どうか精霊界への帰還をお許しください。姉さんは明日毎晩誰かに語りかけているの。あ、やってること知ってるんだ。ミラたちのパパかも。わからない。絶対に教えてくれないから、私が隙を作る。長くは持たないわよ。姉さん、社から先には来るなと言ったはずよ。でも気になって。姉さんが何をしてるのか。関係ない。なんで。昔は何でも話してくれたのに。お前なんかに話すことはない。とっとと帰りなさい。どうしてよ。
どうして姉さんは。これは今よルドガン。お前私を裏切ったな。お、終わった。姉さん、もうこれが早い。本当に化け物。もう一度言ってみろ。人間が目は開眼したね。あ、タイムファクター2個持ってるってこと？え、待って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 、エル、それはまずい。くそ、どう、どうする、どうなった、守った、攻撃だったのかな。オッケー、これが一番早いですよ。わかりや、おー、そういう感じ。ミラのお姉さんが変なのに。姉さん、姉さんは、あシラエッジ、彼が怖いっぽいよ、彼が怖いっぽいよ。あ、ナイス、ミラのあのあれだ、捕獲するやつ。おお、名前があるやつだ。なんか変になったよ。変になったね。変になってるけど、そういうの持ってないな。サトじゃないわ。ちょっと待ってね。やっぱりオレンジグミは使っておくべきだったわ。自己方針、泣きしぐれ。ハケッコなら総配信、泣きしぐれ。回復するね。うわぁ、ソーハジン、エゴホージン、ビンクチャージ、ジロー、泣きすぎる、カードエッジ、ビンクチャージ、ジロー、サンキューだ、ビンクチャージ、ジロー。ガードは壊すもんだよな。わかった。状態異常になったらあれになればいいんだ。外角に次になったら変身しようかな。ちゃんと避けるっていうね。おい、あ、ノックだ。ジ・エンド。エクセンチアは闇っぽいからダメだな。何の状態上なんだろうね。ミューゼが鳴ってる状態上。待って待って待って、よくないよ、よくないよ、すごいよくないよ。元気だね。あー、死んじゃいそう。ナイス、ありがとう、アルビ。ありがとう。生意気だ。4人がミラー、ミラー大丈夫よ、うん、ごめん、倒れたままで勝って。アーツボール、アーツボールというアイテムを持ってるとセットできる術技。あー、今まで8個だったけど16個までセットできるようになったんか。もうそんな時期？うん、なんか成長した。やった、レベルアップ。やべ、また強くなっちまったか。もう動かないで。よくも人間の分際で、よくも
人間じゃないよ、ミラは。死ね。ミラを助ける。右側は何だった？助けるしか見えなかった。邪魔をする。そうでしょ。ユリウスさんは？ユリウスさん無理そう。姉さんが悪いのよ。お前、なんか、お前じゃない。ミラよ。ミラ。だいぶグロい。あ、できた。ユリウスさん見てるだけか。どうなるこれ。姉さん、ミュゼは元に戻るって約束しちゃったけど、私たちは。綺麗なやつ初めて見た。これエルは駆け寄って大丈夫なやつなの？戻った。これで分子世界が消えたのか。エルいる？それがカナンの道しるべ。あ、そういうこと？ああ。ねえエルは？なんなの？今の。やっぱ来ちゃった。なんで、あんたまで静止世界に。やはり。やはり。姉さんはどうなったの？何が起こったのか説明してよ。どうしたらいいです？いや、嘘ってつくもんじゃないな。お前の世界は俺が壊した。どう伝えていいのかわからない。いや、正直に言うかな。お前の世界は俺が壊した。は？じゃ、ここは何？あなたのとは違う世界なんだよ。意味わかんない。姉さんは？元の姉さんに戻るのよね？ごめん、嘘ついてた。あんたの知ってるミュゼは消えたんだ。あなたの世界と一緒に。一つだけ分かった。私を騙したのね。やめてミラ、ルドガーの仕事なんだよ。ふざけないで。世界を壊す仕事なんてあるわけ。あるんだよ、それが。いや、ほんま、スマホのマナーモードにして。ルドガー、無事？タイムファクター壊せたんだね。そばにいなくても大丈夫なんだね。シュートたちも戻ってたんだね。ちょっと心配だった。エリーゼもローエンも一緒だよ。任務達成だな。合流しようぜ。どうしよう。ミラも行こう。いや、もう信用はもう最悪ですけどね。何？何が起こったのよ。ミラ、マックスウェルの次元島。もし私がミラの立場だったとして、一緒にいるのはちょっと怖いなってなるけどね。ミロ操作できなくなったね。マックスウェルの次元と、メゼの体内に隠されていた次元を切り裂く剣。静止世界で失われたカナンの道しるべの一つ。はあ。そういう認識なんです？ミュゼの体内にあった。そのミュゼのそもそもの能力が
その次元を切り裂く系で、そっからなんか精霊の行き来ができるようにもなってたんだよね。その道しるべっていうのがこういう重要キャラ、能力持ちの重要キャラで持ってるってこと？ニオケリアが星だけど行けない直接。アルビー、あれ行くよ。へいへい、今日は本当にお疲れや。満足だろうな。長めっちゃよー。この二人なんか今まで通りになってよかったね。ミラーのサポートバインド、ミラーをパートナーにすると挟み込んだ際に一定確率で拘束してくれるとスピードタイプがおすすめ。気絶の敵には必ず発生。なるほどね。じゃあニアケリアでジュードたちと交流します。ルドが突然静止世界に戻ってびっくりしましたよ。何があったの？カクカクシカジカ、これどういうことなんだ。そんな、ルドガーを責めないでくれ。こうでもしなきゃミュゼは倒せなかった。ユリウスさん、何を。分かったはずだ、ルドガ。こんな思いはしたくないだろう。あ、なるほど、そういうわけで連れが増えたのか。リド、かなり興味深いな。もう手を回したか。リドーさんが、なんで。だって俺、分子対策室室長だから。室長なの。お疲れ、ユリウス元室長。道しるべの回収ご苦労。お前と話す方が疲れる。どう見る。そうだけど。何動揺してるんだ。偽物だぜあれ。そんな言い方。お、被った。理屈は分かってる。ナイーブな若者たちだ。まあ割り切れんよね。ああ、ユリウス元室長はこういう若者の邪魔が趣味だったな。言い方よ、リド。例えばルドガー君が入社試験で不合格になるよう仕組んだりさ。ああ、それは。あれは木ってなってる。まあ、気持ちはわかるよ。室長として命令するぞ、ルドガー君。ユリウスを倒してカナンの道しるべを回収しろ。でもルドがやる気。ルドが俺を信じてくれ。うわっ、来ると思った。来ると思った。来ると思ったよ。どうなんだろうね。ちょっと待ってね。まずルドガーの方に気持ちを寄せると、なんて言うんですかね、もうそのクランスピア社のエージェントになったし、その一社会人としてね、会社の意向に沿って上司の命令であれば仕事をこなすってのはまああるっちゃある。しかもね、これ初任務だからね。かつ今そのお兄さんが、自分が憧れて入りたかって知ってるはずのお兄さんが自分を不合格にするっていうのに対して信じらんないってこう頭に血が上ってしまうっていうのはまあわかるっちゃわかる。次、私の気持ち。私の気持ちはもうここまで来たらユリウスがこう何かしたいっていうのと、その弟の唯一の肉親の弟のルドガーを巻き込みたくないっていう気持ちはめちゃくちゃ痛いほど伝わるわけよ。そんな中私はリドーの命令に従いユリウスを倒すなんてできません。ごめんルドガー、ル
ドガはもしかしたら左かもしんないけど、私はユリウスを信じる。せっかく入社したのに。おいおい、勘弁してくれよ。兄弟揃って面倒だな。え？おっと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 。え、そんな簡単に食らう？業務命令に反する部下にはお仕置きが必要。あ、お仕置きでいいんです？ルドが。だってお前たちの相手は俺だ。おお。もう会社に対して反発しちゃった。あ、武器そんな感じだったんだ。めっちゃ綺麗だね。これ光属性の作れる武器。あ、戦うんですね。お仕置きです。なんだろうあれ、属性。ちょっと待って、あ、いいんじゃない。光、あ、仲間たちいるじゃん。社会のルールを教えてやるよ、ルード。いきなりそんなルールって辛か。人のこと言えないだろう。うるせえよ。すごい物騒な武器ですね。ナイスグレ。パルシナリエ。俺一緒に。いや、オーバーリミットの時どうしようかな。全然さ、見てないんだよね。パルシナリエ。エイジェルスクロット。あ、待ってったな。なんでだろうな。エイジェルスクロット。マジでね、あのね、外界になりたいんだけど。リンクでゴー。まっただな。あ、キラ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 。聞くときと聞かないときの差は何ですか。ちゃんとセミオートだよね。なんだろうな。アルシナリエ。おっと。グレン勝負。元気だね。あ、やっぱりなって。やっちまった。やばそうだぜ。アルシナリエ。いやもう全然リンクチャージ強しかわかんない。ちゃんとそろそろやるべきだな。ちょっとコントローラー不調が気になるな。あの左を押しながらきちんと右を押す。マジかよ。上司ってみんなこんななんですか？そんなわけないよ。一部の人だけ。社会人って大変ですね。そうだね、私もなんか生まれてこの方いい人しか会ってないな。うん、とは引いてくんないよね。ムカつかせるのがうまい。やめろリド。過保護すぎだろお兄ちゃん。村の人に迷惑かかるでしょう。うわ、ルードが最終通告だ。カナンの道しるべを持って本社に帰還しろ。OK、 それでいい。すまん、ルドが。何信じたらいいか分かんない。ご一緒願います。あ、そうなんだ。帰ってきちゃった。え、お兄さん。これがエレンピオス。しかもここは異世界で。冗談じゃないわよ。うん、お兄さん連れて帰ったってこと、一緒に。なるほど。訳が分